ジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら総武線、マジカル麻婆豆腐、はい、AKB48 向井地音チームへ千葉エリーです。よろしくお願いします。はい、ちょっとシュールなんですが、あるゲームをしようと思っております。はい、はい、なんだ、エリーちゃんがいつもなんか語彙力がないってよく言うじゃないですか。そうですね、シュールって、はい、語彙力、そのなんか語彙力が試される連想ゲームを、はい、おお、やろうと思います。語彙力ください。語彙力、私もそっちに入ってやろうかなと、はい、はい、思います。お願いします。はい、マジカルバナナって知ってますか？あ、知ってます。知ってますか？はい、はい、じゃあマジカルバナナを今日はやろうと思うんですけど、はい、まあ、よく一応説明すると、はい、マジカルバナナ、バナナといったら黄色、黄色といったらレモンみたいな形で、うん、そのワードから発想する言葉言っていくゲームです。はい、はい、マジカルバナナ1回戦目、はい、スタートです。せーの、マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら総武線、総武線と言ったら JR JR と言ったら電車、電車と言ったら山手線、山手線と言ったら高田馬場、高田馬場と言ったら早稲田、早稲田と言ったら大学、大学と言ったら慶応、慶応と言ったら東大、慶応と言ったら東大は多分違うイコールではない私のじゃあ、はい、勝ちにさせていただいて、いきなり黄色で総武線がちょっと衝撃すぎてこらえましたさすがの発想力で2回戦目、はい、じゃあ次はエリーちゃんからやっていきましょうか。はい、せーの、マジカルバナナ、バナナと言ったらサール、ゴリラ、サル、ちょっと待って、サル、ゴリラ、なぜゴリラとサル、サルか、サル、サルか、サル、私負けですね、じゃあ勝ちで、はい、2点、あ、じゃあ2点取りました、弱い、もう一回マジカルバナナでいきますね、はい、いきますね、せーの、マジカルバナナ、バナナと言ったら長い、長いと言ったら長縄長縄と言ったらロープ、ロープと言ったら綱渡り、綱渡り言ったら危ない、危ないと言ったらバンジー、バンジーと言ったら怖い、怖いと言ったらサメ、サメと言ったら海海と言ったらクラゲ、クラゲと言ったら痛い、痛いと言ったら刺された、刺されたって言ったら蚊、蚊と言ったら血、血と言ったら赤、赤と言ったらバランスボール使ってるバランスボール赤なんですか？使ってないです。使ってないんだ私がただ弱いだけ、うん、マジカルバナナからちょっと派生したバージョンもやろうかなと思ってて、はい、マジカル AKB でいこうかなと。あ、はい、はい、のマジカル AKB、 AKB と言ったら制服、制服と言ったら若い、若いと言ったらエリーちゃん、エリーちゃんと言ったらツインテール、ツインテールと言ったら岡村さん、岡村さんと言ったらヘアメイクさんヘアメイクさんと言ったらキーヨー、キーヨーと言ったら編み込み、編み込みと言ったらかわいい、かわいいと言ったらかわいいでつまずいた、また2回目、はい、次お題どうしましょうか。マジカル何にします？どうしよう、マジカル麻婆豆腐、マジカル麻婆豆腐、はい、難しいな。じゃあ5回戦目、せーの、マジカル麻婆豆腐、麻婆豆腐と言ったら胡椒、胡椒と言ったらしょっぱい、しょっぱいと言ったら塩、塩と言ったら調味料、調味料と言ったらお酢、お酢と言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったらお漬物、お漬物と言ったらたくあん、たくあんと言ったら黄色、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったらお酢、レモンが酸っぱいめっちゃ出ましたよね今お酢でも言ったし、いや大丈夫です、あ、大丈夫ですか、 ありです、あ、本当ですか、ってことで1ポイント初めての1ポイント選手しましたマジカルオムライスにしましょう。あ、オムライス、はい、はい、じゃあ
私から。はい。はい。できます。せーの。マジカルお茶。せーの。3対4。あ、いいんですか？いい勝負。次のお題。はい。最強戦。最強戦。最強戦。知ってます？最強戦。最強戦。山城。山手線にします。山手線。山手線にします。最強戦。マニアックすぎた。難しすぎた。そうそう。あ、はい、あんま乗らないけど。乗らないですね。乗らない。じゃあ山手線でいきます。はい。はい。じゃあいきますよ。せーの。マジカル山手線。山手線と言ったら丸。丸。ね？え？え？駅名をどんどん言ってくる。あ、違う。あの、山手線って丸いなっていう意味での丸。駅名を言ってくんかと思いました。違います。山手線。あ、どんどんつなげていく。そう、山手線って言ったら JR とか、あの、ああいう。わかりました。いろんな。はい。はい。はい。なら最強線でも大丈夫です。あ、本当に？はい。じゃあ最強線にしましょうか。はい。OK。じゃあ、仕切り直しで。はい。せーの。マジカル最強線。最強線と言ったら電車。電車と言ったら大崎。大崎と言ったら山手線。山手線と言ったら恵比寿。恵比寿と言ったらおしゃれ。おしゃれと言ったらニットの3。ニットの3と言ったら31歳。31歳と言ったらゆきりんさん。ゆきりんさんと言ったらアイドル。アイドルと言ったらかわいい。かわいいと言ったらエディちゃん。エディちゃんと言ったら B 型。B 型と言ったらすごい好き。すごい好きと言ったら昴生さん。昴生さんと言ったら面白い。面白いと言ったら芸人さん。芸人さんと言ったら芸人さんと言ったら吉本。吉本と言ったら事務所。事務所と言ったら事務所と言ったら渡辺エンタ、事務所と言ったら、事務所と言ったらちょっと待って、ダメだ、何も出てこなかった。私が悪い。何も出てこなかった。全部変な。パッと出てきたものが一瞬出てきちゃうけど、なんかやめようと思って。めちゃめちゃカオスな回になりましたね。途中ルール無視の、うん、ずっと叩き続けるっていう。同点じゃないですか、そしたらこれで。そうですね。そうですね。4対4。4対4。次で勝負が決まりますね。そうですね。マジカル部活。部活と言ったら帰宅部。帰宅部と言ったら楽しい。ピンク。ピンクと言ったら風船。風船と言ったら割れる。割れると言ったらうるさい。うるさいと言ったら山手線。山手線と言ったらループ。ループと言ったらすいすい。すいすいと言ったら水族館。水族館と言ったらサメ。サメと言ったら歯。歯と言ったらエリーちゃん。エリーちゃんと言ったらエミちゃんと言ったらマスカラ。マスカラと言ったらバチバチ。バチバチと言ったらハチ。ハチと言ったら痛い。痛いと言ったら刺される。刺されると言ったらいい。血が出る。血が出ると言ったら注射。注射と言ったら鋭い。鋭いと言ったらハチの針。ハチの針ってハチの針。立ちの針と言ったら痛い。痛いと言ったら注射。ちょっともうこのやりとりが破綻。ダメでした。これは私の負けです。これ私の勝ちでいいんですか。どうだろう、なんかもうちょっとよくわかんない感じになったけど、まあ勝ちにします。あ、わかりました。はい。あ、同点しますか。まあ、ちょっとなんかそうですね、これ
なんか今ので勝ってもなんかちょっと罪悪感があるね。お互い罪悪感が気がするので引き分けにしましょうか。引き分けにします。同点です。ちょっと引き分けで、はい、どうでしたかやってみて。楽しかったです。でも本当に意外と発想力がないとできないので、うん、確かに大変ですね。難しいですね、うんうん、でも結構変化球が多くて結構びっくりしました。総武線あたりが総武線今日一番びっくりしました。この動画が良かったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。